んにちは。福田音楽教室ピアノ講師の福田理恵です。今回はかごめかごめ、こちらの曲を皆さんと一緒に簡単アレンジで弾いてみたいと思います。それでは全体を見てみましょう。では右手のメロディー、ポイントは弾きながら説明します。この曲の原調は異端調です。異端調はハニホヘトイラから始まるラシドレミファソという異端調ですが、高いんですね。かごめかごめっていうね、ちょっと高いので、そこから5度下の二単調まで下ろします。1、2、3、4、5ですね。ハに二単調です。二単調はレから始まるレミファソラシドレ。シにフラットがつくんですけれども、今回弾くところには全く関係ありませんね。このレからスタートします。レに四番を持ってきます。ポジションはここから全く動きません。指の番号で言っていきます。ドレミじゃなくて指の番号でいきます。前奏は最後の2小節を使いますけれども、分かりにくいので歌い始めのところから説明していきます。レに4番ですね。次に左手の伴奏です。使うコードは2つです。説明します。まずはじめに Dm です。 Dm はレ、ファ、ラですが、一番上のラの音を省いたレとファを使います。レとファはレの方を3番ですね。ファを1番にしてジャーンと弾いてください。次は Am です。 Am はラ、ド、ミですけれども、真ん中のドを省いたラとミで使います。ラとミです。ラは5番で、ミは2番で、ジャンと弾きます。レとファ、ラとミです。それから説明するときに、このマイナーのところね、M っていうのを右上のマイナスにすることにします。ちょっと見にくいので、A マイナーも D マイナーも右上にマイナスにします。それでは説明します。歌い始めのところからいきます。はじめは、D マイナーです。タンタンタン。次もタンタンタン。そしてタンタタ。A マイナー。タンタタ。タンタラ。A マイナー。で D マイナー。Dm
後はですね、 D マイナー、 A マイナー、 D マイナーと、前奏は最後の2小節を使います。それでは前奏からいきます。タタタタタタタアタタ、 D マイナーです。タタタタンタンタン、タタ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 ララ、タタタタタンタララ、タタ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 タ。それでは全体を通してゆっくり両手で弾いてみます。いかがだったでしょうか。かごめ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 、皆さんいかがだったでしょうか。かごめ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 、難しい言い方が、かごめ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 、皆さんいかがだったでしょうか。かごめかごめ、左手は2つのコードです。 D マイナーと A マイナーの2つですけれども、指の番号を決めてポジションを移動させるんですけれども、 A マイナーの方だけ少し指開きが入っています。そこがちょっと難しいなと思われる方もいらっしゃると思います。指を開く練習ですね。ここをねよく開いて、レとファ、ラとミっていうのをさっさっとこういう風にね移動できるように練習してみてください。右手の方はですね、全部指番号の通りに、初めのレのところに4番を持っていけば弾けるようになっています。指番号をしっかり頭に入れて、まあ1,2,3,4,5 ですけれどもね、この指番号をきちっと頭に入れながら弾ければ2単調でも1単調でもですね、ラに4番を持ってくれば弾けてしまうので、弦調の場所でも練習してみてはいかがでしょうか。最後になりましたが、チャンネル登録してみてね。じゃあねー。